で、なんだかんだ5周年何話そうかなってめっちゃ思ってたんだけどさ、ちなみに5年全部追ってますね。いる？どれぐらいいるんだろう。ちょっと聞かせてもらってもいいですか？一回一旦ヒアリングしてみてもいい？いるね、いるね、いるね、いるね。追えなくてごめん。いいんだよ、5年はね結構猛者だよ。コメント年数制限かけてみたら。コメント年数ってさ、どうやってかけんのこれ。よし、知らないよね。どうやってやるんすか。5年経ったのに知らない。マジか。4年半で5年。コメント見た感じでも結構みんな長いんだね。長くいてくれてるような。え、ちょっと待って、今高2で小6で出会いました。え、怖い。高2ってな、17とか。小6が何歳？12歳。あ、そうか、17。怖い、マジで。ちょっとさ、一回さ、みんなさ、どれぐらい押してくれてるか、ちょっと一回書いてみてもらってもいい？一回ちょっと見せてもらってもいい？別に歴とか全然関係ないんだけど、みんなどんな感じなんかなみたいな。2年半。どの年が多いんだろうね。気になるくない？どの年から気になってる人が多いんかな。2、3年。3年。ちょっと2、3年多いな。3年ちょい。4年半。3年ぐらい。2、3年多い、マジで。2、3年前って何してた？みんなが知った時何してたよ。何の時ぐらい？3年ってなんだ？コロナ禍か。コロナの時期ね。はいはいはい。確かにそうだよね。自粛期間とかが多かったから、やっぱ VTuber 見る機会が多かったんかな。島消してた。島消してたのって3年前？もっと前じゃなかった？え、3年？それでもまあ3年か。Apex で VV 言わしてた頃。なるほどね。どっちどっちって3年前ぐらい？彼女と別れた時ですよね。